やっぱり夏は線香花火だよね。あれ、これもう配信始まってる？皆さんこんにちは。キャラクターバラエティショーのお時間です。さあ、なかなか外で遊ぶことができないマー君、リンちゃん、ズーちゃんは今線香花火を工作してスタジアムの中で遊んでいました。みんなもキャラクターバラエティショーの時間ですよ。ちょっと花火の使い方間違ってない？みんな大丈夫？さあ、ということでここからはキャラクターバラエティショーをお送りしていきます。イエーイ。さあ、それでは今日のメンバーをご紹介します。マー君、リンちゃん、そしてズーちゃん。はい、そして進行は MC ゆきでお送りします。よろしくお願いします。さあ、ということで前回のマリンフェスタのバラエティーショーはマー君、リンちゃんでお送りしたんですが、皆さんからズーちゃんも来てっていうコメントをたくさんいただきまして、今回は久々に3人揃ってのバラエティーショーをお送りしていきます。いつぶりだろうね、3人揃うのね。え、今シーズン初3人揃うバラエティーショーは。どうしたどうした、え何回か、あ、そうだね、でもそうだね。さあ、ということで早速なんだけど、ズーちゃん、ズーちゃんには夢があるんだよね。ね、リンちゃんわかる？ちょっと何それ。鬼滅の刃のやつでしょ。ねちょ、リンちゃん知ってる？ズーちゃんの夢。うん、すごい考えてるけど、わかる？お、お、そうです、皆さんわかりますか？ズーちゃんの夢、プロ野球選手です。ちょっとマー君無理とか言わないでよ。さあ、ということで皆さん今日キャラクターバラエティショーは何をやるかもうお分かりですか？今日は作ってワクワクバッティングマシンを作ろう、イエーイ。さあ、ということは今日はキャラクターバラエティショーが始まって初の工作をやってみたいと思います、イエーイ。さあ、ちょっと不安がありますが、ここからはですね、Mスプラッシュのゆうかにもお手伝いをしてもらいます。ゆうか、はい、こんにちは、Mスプラッシュのゆうかです。今日はズーちゃんの夢を叶えられるようにたくさん応援したいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで器用なゆうかにも手伝ってもらいます。さあ、ということで工作をここから始めていくんですが、まずは用意するものを紹介しましょう。りんちゃんのね、スケッチブックに用意するものが書いてあります。まずは紙パック、はい、マー君、ズーちゃん、紙パック見せてください。はい、紙パックです。そして太いマジックペン、今日は書けなくなったマジックペンを持ってきています。そして輪ゴム2つありますか？はい、クリップがね、上と下にくっついてます。輪ゴム2つとクリップ2つ用意してください。そして画用紙ある？筒になってるやつ、そうそう、はい。そしてアルミホイル、はい、アルミホイルです。そしてセロハンテープ、はい、テープを用意しています。ということで、ご自宅にこちらの道具がある方はぜひ皆さん作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。みんな困ったらね、手あげるとゆうかが手伝ってくれ。早いって、早いって、まだ何にも言ってないじゃん。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。まずは2つつなげた輪ゴム、はい、クリップと輪ゴムがあると思います。これを牛乳パックの右側に貼ってください。みんなのにはね、印がついてる、そう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 、青いペンで印がついています。ここに貼ってテープで留めてください。さあ、止まるかな、どうでしょう。これをしっかり貼らないとバッティングマシンがすぐ壊れてしまいます。さあ、どうでしょう、できてますか？ゆうか、そっちはどうですか？あ、りんちゃんできた？お、
ちょっとマー君、マー君さあ、ぐーちゃん、りんちゃんはできたかな。はい、バッチリできています。さあ、もうマー君のはゆうかの工作になってます。さあ、マー君、ゆうかにやらせてるでしょ、ちょっと。はい、できました。はい、続いてはマジックペンを左手に持って、先ほどつけた輪ゴムの反対側の横の側面のところにくっつけます。そうそう、変わらずマー君は優香に作ってもらってるのかな。さあ、どうでしょう、できたかな。はい、そしたら今度は線に輪ゴムをくるっと1回転させます。できた。あ、りんちゃんできました。 OK かな。あら、ずーちゃんこれは取れた。地味
さあもうね実はね時間が結構経ってるのでそろそろ本番にね行きたいんだけどみんな大丈夫？みんな行けそう？ね、待ってマー君あ、ズーちゃんも取れてるちょっと待ってくださいね。さあなかなかねやっぱプロ野球選手って難しいですね。さあということでマー君はできた？さあということで完成しましたのでここで本番に行きたいと思います。3人の中で誰が一番遠くに飛ばせるかみんなでやってみたいと思います。スタートはあっちです。バッターボックスはマー君の方で、マー君の方から飛ばすんだけど準備はいいかな。さあ順番はねマー君、りんちゃん、ずーちゃんで行こうかな。じゃあマー君から準備をお願いします。あ、スライドシステムね。はい、ではマー君のいいかな、マー君の挑戦です、どうぞ今つつったでしょはい、ま、マー君の結果は10センチぐらい20センチぐらいですか。はい、じゃあ続いてりんちゃんのチャレンジです。さありんちゃん、あれボールはあるかな、ボールをお願いします。さあもうコメントもボテボテってきてるよマー君。さありんちゃんのチャレンジです、どうぞもう一回いきましょう。お、さありんちゃんの距離50センチぐらい、はい。さあ現在のトップりんちゃんです。さあずーちゃんは超えることができるのでしょうか。さあではずーちゃんのチャレンジです。さあ、あ、ボールが、もう一回行きましょう。お、リンちゃんのところに当たった。どうする？もう一回やる？ちょっとリンちゃんに。ズーちゃん、もう一回気を取り直して。お、この勝負、ズーちゃんの勝利。夢は叶いましたか？はい。ということでこれからも皆さんずーちゃんのプロ野球選手の夢応援してください。さあということでゆるゆるな感じでお送りしてきましたキャラクターバラエティショー、皆さんいかがでしょうか。あっという間にもうおしまいのお時間が来てしまいました。では3人を代表してマー君から皆さんにコメントをお願いしてもいいですか。さあずーちゃんの夢応援したいって来てるよ、ずーちゃんね、頑張りましょう。さあもうあっという間のキャラクターバラエティショーでした。では最後マー君から皆さんへのメッセージです、どうぞ。マリンは地球を救うどういうこと24ちょっとよくわかりません。さあということで以上キャラクターバラエティショーでした。この後もライブ配信お楽しみください。ありがとうございました。